1871年から1880年、パリ留学時代、西園寺金持は、日本の空家、政治家、教育者。以下位、君党、借位は、11位大君以降爵。画号は、東安、不読み、畜県。母親戦争において、官軍の三院道陳部総督を務め、フランス留学後には、伊藤博文の副讐となった。 第2次、伊藤内閣にて、文部大臣として初入閣し、外務大臣を兼任。第3次、伊藤内閣でも、文部大臣として入閣した。第4次、伊藤内閣では、反列として入閣し、内閣総理大臣の伊藤博文の病気療養中は、内閣総理大臣臨時代理を務め、後に、伊藤が単独辞任すると、内閣総理大臣臨時兼任を務めた。 明治36年には、伊藤の後を継いで立憲政友会総裁に就任し、明治39年内閣総理大臣に任じられ、第1次、西恩寺内閣、第2次、西恩寺内閣を組閣した。この時代は、西恩寺と、桂太郎が三度にわたって交互に政権を担当した、ことから、敬遠時代と称された。その後は、首相選定に参画するようになり、 大正5年に正式な元老となった。大正13年に松方正義が死去した後は、最後の元老として、大正天皇、昭和天皇を保筆、実質的な首相選定者として政界に大きな影響を与えた。また、教育にも尽力し、自らが創設した、私塾立明館は、現在の立命館大学の礎となった。 1849年12月7日、聖画家の一つ特大寺家当主、特大寺金トと妻の末広綾子の次男として、山城国京都にて誕生した。幼名は美丸。2歳の時に、同族で、聖画家の西園寺式の養子となった。その年の7月に、式が死亡したため、西園寺家の家督を相続した。 このため実質的には、ジップの金との強い影響下で成長することとなった。金とは、保守的ながらも頑固な性格で、国木田ドッポは、その頑固さが金持ちにも受け継がれたと評している。公明天皇が設置した学習院で学び、11歳の時からは御所に出資し、幸宮の金珠となった。また、金珠の同僚であった岩倉智美とも、 この時期に親しくなっている。西園寺は、学問を、伊藤雄斎や秋田秋雪に学ぶ一方で、京都第一の見学と歌われた、戸田栄之心とその老い伏見集にから剣術を学ぶなど、している。また福沢諭吉の西洋事情を読むなどして、世界の情勢にも、関心を持つようになった。西園寺は、この時期のことを、 何も知らぬながらもしきりに憤慨しており、何でも王政復古になさなければならぬと考えていたとしており、このため朝廷の儀式を学ぶことや、西音寺家の家業である琵琶の練習は役に立たないとして、大変嫌っていたと回想している。しかし西音寺は、若年でもあり、岩倉や三条、耳のような幕末における倒幕活動に強く参画、していなかった。 慶応3年12月9日、おそらく、岩倉の推挙によって、三色の一つ、三余の一人となった。翌慶応4年1月に始まったとば、伏見の戦いの際、視線として、収めようという意見に対して、猛反発し、岩倉に、小僧よく見たと絶賛された。以後の母親戦争では、三院道陳部総督、東山道第二軍総督、 北陸道陳部総督、藍津政党越後口大参謀として各地を転戦する。藍津戦争では自ら鉄砲を撃ち、銃弾の飛び交う最前線にいたという。明治元年10月28日、新潟府知事に就任した。西恩寺は軍人を志し、フランス留学を望んでいたためこの職は不本意であった。翌明治2年、東京に戻った西恩寺は、 木戸高吉らの勧めで、開成学校に入り、フランス語の勉強を始めた。また、大村松次郎の勧めで法制についても、勉強するようになった。東京では、前原愛生と同じ宿で長く一緒に過ごし、次第に、武士の社会に馴染むと、公家風の名を嫌って、望む一郎という名を用いるようになった。若き日の西恩寺が大将を指した侍姿で、 殺爽と立つ勇ましい写真も残されている。9月には許可なく京都に戻り、一週間の禁慎処分を受けた。この時に家塾として立命館を創始している。翌明治3年1月末、政府の許可を得て長崎に向かった。また、苦行の中で初めて散髪、洋装で宮中に散大し、大原重徳に外国の服装をするのは、 外国の命令を受けているようなものだ。閣下はどういうつもりかと質問された。西恩寺は今から一年にして朝廷の礼服は外国様となる。と返し、もしそうならなければ切腹すると続けたため、大原目笑して引き下がったという。やがて大村増次郎の推薦によって明治3年12月、寒避でフランスに留学のために出国した。 フランス行きの船内では地球が球体であることを特診したり白人少年に別れのキスを求められて戸惑うといったエピソードがあったことが本人の手紙にしたためられている経由地であったアメリカではユリシーズ・グラント大統領と面会している翌明治4年2月にパリに到着した当時のフランスは不ッフ戦争敗北と 第二帝政の崩壊の真っ只中であり、サイオンの到着後まもない3月18日には、革命政府パリコミューンが成立していた。サイオンはコミューンに対して、俗恥知らずの人々が愚民を煽動したと、極めて否定的であった。フランス政府による、その鎮圧を、愉快と表している。サイオンは、以後10年近くにわたって、 フランスやヨーロッパの知識や思想、文化を吸収していった。ソルボンヌ大学で政治学者のエミール・アコラスなどに学び、同大学発の日本人学士となっている。同時に中フランス日本講師館の食卓としての地位も持っていた。一方で、随分と優等もし、フランス人女性にも大層人気であったと伝えられる。サイオンジは、コーヒー留学生として、 年1400ドルの支給を受けていたが、これは一般の公費留学生より400ドル多かった。西園寺は400ドルを返納し、また国が公費留学生を減らす方針を決めると、公費援助を辞退して、私費留学生となった。しかし留学費は西園寺家や特大寺家にとっても大きな負担であり、1878年よりは明治天皇のお手元金から2年間、 毎年300ポンドが支給されている。また、ジュディット・ゴーチへの依頼で、和歌のフランス語への翻訳にも協力しており、明治18年に発刊された、影ウ集にはサイオン寺による下役も収録されている。また、ゴーチへの、美少を売る女という芸者を主題とした儀曲は、サイオン寺に捧げられたものである。その間、後に、 フランスの首相となる8歳年上で旧神党の政治家ジョルジュ・クレマンソーや、レオン・ガンベタ、留学生仲間の中江町民、松田正久、岸本達夫、孔明寺サブローラと進行を結び、こうした人脈は帰国後も続いた。西恩寺の交友関係から、彼が旧神教和派に近い思想を持つようになったと評することが一般的であるが、その頃の所管で旧神派を、 肯定的に表したものは全くない。サイオンジとパリ留学時代を同じ下宿で過ごした親友クレマンソーとの友情はパリ講和会議での日本の立場を保持するのに大いに役立ったと伝えられる。クレマンソーはこの頃のサイオンジを過激な愛すべき講師であったと回想している。明治十三年十月二十一日には留学を終え十年ぶりに帰国した。 パリ留学後、サイオンは特に職に着くこともなく、ブラブラ遊んでいると、留学生仲間だった松田正久が、新聞を出すから社長になってくれと誘ってきた。この新聞は自由党決闘に向けて準備され、明治14年3月18日に創刊された、東洋自由新聞であった。サイオンが、社長、松田が、幹事、中江町民が、主筆。 光明寺三郎が編集委員を務めた。西園寺は後に、ほんの遊戯気分だった。新聞は、中江や松田が相談して始めたと世間では、話されているがそうではなく、中江は自分が引きずり込んだと回想している。新聞の論調は、フランスの共和政治より、イギリス流の立憲君主制が優れていると説くなど、比較的穏健なものであったが、 政府や宮中で物議を醸し、右大臣の岩倉智宮三条、美、兄の徳大寺サ熱ツらは社長を辞めるよう強要した。3月中には社長を辞任するよう求める、明治天皇の内湯まで出されているが、新聞紙上で天皇に配越して、事情を説明すると反発している。しかし4月8日に、宮内省に呼び出され、宮内教である兄、 サネツネの手によって社長を辞任するようにという明治天皇の内直が下されたため、西イ寺は社長辞任を余儀なくされた。東洋自由新聞も発行部数が減少していったため、4月30日発行の第34号にて廃刊に追い込まれた。明治14年11月24日、サイ寺は参寺院議官補に任じられ、寛解に入った。参寺院は、 伊藤博文が国会開設の準備のために設置した機関であった。翌明治15年に伊藤が憲法調査のためにヨーロッパを歴訪することになった際にはその随院に選ばれた。ヨーロッパでフランスの法制を調べる中で伊藤の地具を得た。また、ウィーン大学ではローレンツ・フォンシュタインに伊藤と共に憲法思想を学んでいる。 明治16年8月4日に帰国し、三次院議官に任じられた。明治18年には、中央ストリアハンガリー帝国公使となり、再びシュタインに学ぶことになった。また、ウィーン滞在中であった、ムツムネミツと親しくなり、彼と共に、伊藤の福神としての地位を固めていくことになる。翌明治19年6月には帰国し、8月には、 法律取調委員に任命された。明治21年6月には中ドイツ帝国公使権ベルギー公使となり、9月20日には、ローマ教皇庁派遣の特命全権公使を命じられ、日本を離れた。ローマを経て12月10日に、ベルリンに到着したが、その4日後には、最初の子である新子が生まれている。ドイツでは、条約改正交渉などの任に当たったが、 半年ほどで中断となり、極めて暇になった。孔子時代の西恩寺は1年の3分の1は、パリで過ごしていたという。明治22年にはリウマチを発病し、これは、生涯の持病となった。この外国駐在期間の間、伊藤とは絶えず連絡を取り、政策に関する意見を述べている。明治24年8月に、ようやく帰国し、9月には、 将訓局総裁に任じられた。官職であり、不満もあったが、井上薫が、知り合いの財界人に組章を授けるよう圧力をかけてきた時にははっきりと拒絶し、わからぬ奴と不況を買っている。明治25年10月からは、将訓局総裁と兼任で、民法商法思考取調べ委員長、翌年には、貴族院副議長、法典調査会副総裁となっている。 以降、西園寺は、公務でやむを得ない場合以外は、調査会の会合に、必ず出席し、あまり出席しなかった、総裁の伊藤博文に代わり、実質的な総裁として、民法や、商法の審査に当たった。西園寺はこの中で、骨子制度や、隠居制度は、封建時代の予習だとして、廃止を提案している。 明治27年には病気で辞任した、井上武氏の公認の文部大臣として、第2次、伊藤内閣に初入閣を果たした。西園寺は行き過ぎた日本中心主義を否定し、女子教育発展を求めるなど、日本を西洋諸国のように、解明進歩させる教育を唱えた。また翌明治28年には、親友の陸津胸光外相が病気のため、 外務大臣臨時代理を務め、木本羊事変などの朝鮮半島問題への対応に当たった。明治29年5月に、道の区が外相を辞任すると、西園寺は正式な外相となり、文部大臣と兼任したが、8月に伊藤内閣が倒れ、第二次、松方内閣で数日間大臣を務めた後、両大臣を辞任した。11月には、 法典調査会副総裁も辞任し、フランスへと旅立った。西恩寺はフランスで、教育制度や、軍の内閣による統制などを研究するつもりであった。しかし、翌明治30年に、中水炎にかかって、貧死の状態となり、自殺する権利すらあると主張して、皆が止める中日本に帰国した。病がようやく言え、明治十一年一月に、第三次、 伊藤内閣が成立すると、再び文部大臣となった。文章時代には、第二次教育直後の作成に当たったが、実現しないまま中水炎の後遺症を発病し、4月30日に辞任した。明治33年には伊藤による、立憲政友会肌上げに創立委員として参画し、最高幹部である、総務委員の一人となった。10月19日には、第四次、 伊藤内閣が発足したが、伊藤は当時病中であり、10月27日に、西園寺が判列として、入閣、12月12日まで内閣、総理大臣臨時代理として、伊藤の代役を務めている。また臨時代理就任と同日に、数密院議長にも就任している。明治36年、伊藤が山形有友らの作望で、 声優会総裁を辞任せざるを得なくなり、西恩寺は伊藤の指名によって即日声優会総裁となり、数密院議長を辞任した。伊藤の辞任で、声優会は動揺し、33%の大義士が離党するほどであったが、なんとか第一党の地位を保持することはできた。ただし、党務の実権は幹部である原高志らによって握られていた。 日露戦争時には野党であったため特筆する活動はなく、明治37年9月には上海など新国への旅行を行っている。戦争の勝利が見えてきた12月になると、桂太郎首相は、声優会の協力を得るため、戦後の政権受け渡しの密約を結んだ。1九百六年、内閣総理大臣在任時明治十九年一月七日、第一次。 桂内閣から前上される形で、第一次、西恩寺内閣が成立した。内閣には、声優会出身者が、原隆史と、松田正久の二名しかおらず、桂の協力儲け、核反発などにも配慮した構成であった。内閣は、日露戦争後の南満州からの撤兵問題、カリフォルニアの排日運動への対処、日露協約の締結などに取り組んだ。 また、首相時代には、巧妙な分子たちを招いた、右政会という会を主催し、大正3年までに7回開催されている。明治40年頃から、西恩寺の健康状態は悪化し、しばしば弱音を漏らすようになった。明治41年1月には、山形伊三郎邸心大臣と、坂谷義雄大大臣を更迭する、からの圧力が強まり、寺は、 両名と共に辞表を提出したが、西園寺のもののみ却下されている。組閣を目指す桂の動きが活発になり、伊藤の支援も十分に受けられない西園寺は健康上の問題もあって、6月に辞職の意思を固め、7月4日に総辞職した。首相辞任後、西園寺は病より由に、声優会総裁の活動も積極的に行わないようになり、 原が事実上最高実力者となった。原は、西恩寺のあまりに冷淡になると、松田のあまりに狡猾なることを批判し、西恩寺がカツラと会って話し合ったことを質問して陳謝させることもあった。政治上は対立していたが、西恩寺はカツラに、君と僕とにて国家を背負うて立とうではないかというほど二人の関係は良好であった。また、 愛称を同伴して酒を組み交わす会をたびたび開き、養子の八郎が、桂の秘書官となるなどの交流もあった。明治44年8月、桂と原の交渉の結果、桂内閣が辞職し、後継首相に、西園寺が就任することになった。8月30日に成立した第二次、西園寺内閣は、内閣の構成をほとんど声優会が決めるなど、 独自性が強いものになったが、それは西洋寺よりも、原の影響が大きいものであった。この内閣では、明治天皇の崩御と、大正天皇の戦争、新害革命後の中国への対応に当たった。大正天皇の戦争に当たっては8月13日に、補い国の任に当たっているために、天皇を助けるよう直後を受けている。西洋寺と、原は、 鉄道予算をめぐって対立し、一時は原が辞表を西恩寺に提出し、西恩寺はそれを天皇に創上する直前までに至った。大正元年12月、上原優作陸将が二個師団増設を要求して入れられずに辞職した。この動きには首相の地位を狙った桂の策動があり、後継陸将を得られないことで内閣は存続不可能となり、 12月5日に総辞職した。これは、陸軍とその背後にある、長州伐の動きが原因であるという国民からの大反発を受け、第一次憲政擁護運動が始まるきっかけとなった。首相辞任後、西恩寺は、全館の礼遇を受け、将来競歩に、出の大しおしく沈回を退して、勝つくその力を、松室市産、上する所あルヘしという直後を受けた。 この直後は後に山形によって元老となる根拠とされている。桂は思惑通りに12月21日に首相に就任したが国民及び議会の反発は強烈なものであった。翌大正2年2月には政友会から内閣不信任案が提出され、桂は天皇に要請して西恩寺に対して 不信任案を撤回するようにという直後を出させた。西恩寺は一応声優会議員への説得を行ったが、議員たちはひるまず、不信任案は議会を通過した。西恩寺は委植を理由に総裁を辞任する意向を漏らしたが、腹に止められ、辞任は行わなかった。桂が2月11日に辞職すると、天皇は後継首相を決める元老の協議に、 サイオンも加わるよう要請した。山形はサイオンに組閣を求めたが健康上の理由で拒否し、サイオンが推薦した山本権兵衛海軍大将が後継首相となった。またサイオンはこの席で将来は衆議院における多数党の党首が首相となるイギリス方式を導入してはどうかと提案しているが、元老のサミは得られなかった。 山本内閣成立後、声優会幹部たちは、集団指導体制に移行する方針を決めていたが、西園寺の留任を求める声が高まったため、曖昧な状態にしておくことが選択された。西園寺は、京都の別荘政風荘に引きこもり、事実上政治活動の一線から退いた。原と、松田は西園寺が一旦総裁に復帰し、 後継総裁に譲るという形式を考えたが、西園寺は健康上の理由を原因に総裁復帰を認めなかった。同年に松田が病死し、腹が後継となることは誰の目にも明らかとなった。大正4年3月、山本内閣がシーメンス事件で総辞職し、後継首相を決める元老会議に西園寺も呼ばれたが、 千年の移植問題を理由に上京しなかった。政友会は再び野党となり、体制を立て直す必要に迫られた。西恩寺の総裁復帰を求める声も高まったため、西恩寺は5月に総裁を原に譲ることを明言し、6月18日の総会で原が正式な政友会総裁に就任した。総裁を退き、 宮中や元老に近い西恩寺の立場は、原にとっても得がたい存在であり、かつて確執のあった原との関係も修復されていた。西友会が第二党に転落した際に、原は西恩寺に祖閣を働きかけているが拒否されている。大正五年、西恩寺は西風層から静岡県沖津の旅館、水口屋の勝間別荘に移り、主な拠点とし始めた。 1919年、パリ講和会議時のサイオン時代2次大熊内閣の後半になると、首相、大熊重信は後継に、加藤孔明をつけようと模索していた。サイオン時は、大正5年3月に、大正天皇に拝越し、加藤はまだ適当ではなく、原家、寺内正武が適当であると想像している。8月には、山形の邸宅で、 後継首相について元老たちと協議している。10月の大熊内閣総辞職後、山形は西園寺も元老会議に加えるよう創造し、天皇の採下を得た。これにより西園寺は正式に元老の一人となった。この会議は寺内正毅を首相に創選した。大正7年、寺内内閣が行き詰まりを見せると、後継首相には第一党である。 政友会総裁の原が有力となった。政党嫌いの山形は原を避けるために待つ方と協議して9月20日に西園寺に首相就任を進めている。翌9月21日に天皇に拝越すると祖閣の対名学だった。西園寺は一両日の猶予を願った後に辞退し後継首相に原を総選した。こうして現内閣が成立すると サイオンは、原の貢献人的存在となった。牧野信明とサイオンジ。1919年、パリ。その頃、第一次世界大戦が終結し、パリ講和会議が開かれることとなった。大国の首脳が集まる、この会議に、日本としてもそれなりの代表を送る必要があった。現首相と内田交際外相が協議し、首席全権として、 サイ寺ンを派遣する方針を決めた。サイ寺ンは健康上の不安から辞退しようとしたが、12月18日に、欧諾した。この際、無謀であるが、老体を犠牲にするという覚悟を腹に示している。しかし決定が遅れたことと、サイ寺ンのために選出を改装する必要があったため、サイ寺ンが出国したのは、牧野信明や陳馬捨て身といった。 他の全県が出発してから1ヶ月後の大正8年1月14日のことであった。西園寺と同行したのは、目かけの奥村花子、娘の新子と八郎の夫妻、そしてこの絵文丸公爵らであった。また、名門料亭なだ万の主人、楠本万助がいた前二人を連れて乗船しており、戦争には日本食が五トンも積み込まれていた。これは、現地で、 日本食パーティーを開くためのものであった。西恩寺の一行は3月2日にパリに到着したが、フランス側からの出迎えはなかった。日本にとって重要な検討課題の討議はすでに行われており、牧野や家賃だが交渉の主役となっていた。さらに20年ぶりの彷彿であったこともあり、旧友、クレマンソーの語るフランス語を聞くことはできても、話すことはできなくなっていた。 また病気がちであったために、精力的な活動もできず、会議には参加していたが、発言は一度も行っていない。このため外務省がまとめたパリ講和会議の概要文書で、サイオン寺が登場するのは4月27日のクレマンソーとの会談のみであった。吉野作像は、何を言ってよいかわからなかったためだと批判している。ただ、サブリ・サダオは、 三島半島問題が紛糾した際に、日本代表団の中から帰国しようという声が上がった。蔡、オン寺が、国際連盟問題は、三島問題よりも重要であるとし、自分一人でもパリに泊まると発言したことを回想し、日本代表団ライブに影響を与えたことを、示唆している。講和会議が一段落した後の7月10日には、イギリス国王ジョージ五世に配慮している。 8月24日に東京に帰還し、陽光中に建造されていた駿河台の新邸に入った。また9月には、沖津に住友家の資金で建設された別荘、座漁荘が竣工した。これ以降西園寺は1年の4分の3を沖津で暮らし、駿河台の本邸に入るのは政治的な用事がある時のみであった。 一年後の大正9年9月7日には講和会議の功績で公爵に昇爵した。大正10年から昭和初期まで西園寺の施設秘書を務めた松本豪吉大正9年10月に問題化した皇太子、広人新郎妃候補であった国宮良子女王をめぐる問題で、西園寺は当初、良子女王の皇太子妃自体に持ち込もうとする山形に同調していたが、 事態が不利になると問題から距離を取った。問題の終結後、山形と松方も辞表を提出することになり、宮中問題における二元老の発言力は低下した。このため現首相と西恩寺の宮中に対する影響力が増加することになった。しかし、大正10年11月4日に、原が東京駅で暗殺された。 京都の西風層でその方を受け取った西園寺は上京した。推薦のために召された山形と大熊は病気のために排泄を行わず、西園寺は小田原で静養している山形の元を訪れて協議した。この時山形は西園寺の首相就任を進めたが、西園寺は私はあなたより年が若い。あなたは私より先にしせられる,ると思う。 その時はあなたに代わり宮中のことをお世話申す。それゆえ受けられぬ。と拒絶した。西園寺はその後、平田東介を推薦しようとしたが断られ、平田の提案がもあって、後継首相として、声優会の高橋小紀予想賞を推薦した。結果として、政党内閣が存続することになったが、西園寺は、当時、 政友会の内閣というも、政友会内閣に非ず、陛下の内閣と思う。と考えており、政党内閣が絶対に必要と考えていたわけでは、なかった。大正11年2月、山形が病死した。山形は、死の直前に、自分の施設秘書であった、松本豪吉に、西園寺のもとに使えるよう命じた。これは山形が西園寺を、 後継者と認識していたためであり、以降松本は、西園寺のもとに、政治情報を伝える役割を担うことになった。西園寺自身も、山古皇居後は、松方公は、老齢でもあり自分は全責任を追い求中の、ご世話やら、政治上のことは、世話を焼く考えなりと、山形の後継者であることを意識していた。以降、吉野座行僧には、正寛会の大物が、 おきつまいりを行うようになった。この年に、御殿場の別荘が完成し、7月下旬から9月中旬までの間、秘書に訪れるようになった。しかし、同年6月、高橋内閣が、声優会の内紛で倒れた時には、区内大臣、牧野信明が松方と連携し、加藤智三郎を後継首相に選定した。この動きを、西園寺は把握しておらず、 マキノを薩摩派として警戒するようになった。大正12年8月、加藤首相の病状が悪化し、松方も体調が悪化していたため、万事を西高に一任することとなった。西園寺は、マキノと協議し、今後は、元老以外のものと相談せずに摂政に後継首相候補を伝えること、摂政からのご家門に答える方式についての確認を行った。 8月24日、加藤首相が病死すると、西恩寺は、切腹する覚悟までして、山本権兵衛元首相を首相に推薦した。12月29日、虎ノ門事件の責任を取って、第2次、山本内閣が総辞職すると、西恩寺が、主導権を握って、清浦慶吾を後継首相に推薦した。正当に基盤を持たない、清浦の推薦は、 立憲政治を期待する人々からの非難を受け、元老の名誉は、地の底に落ちた、天下の遠賦となったと評された。しかし西恩寺は次の選挙のために、中立的な内閣が必要であると考えており、貴族院を主体とした、清浦内閣に一種の選挙管理内閣としての存在を求めたためであった。しかし、清浦内閣は、 超前主義的な政治運営を行ったため、各政党が半身裏で団結する第二次五権運動を呼び込むこととなった。このため選挙での清浦派の敗北は明らかであり、投票前日の大正13年5月9日に清浦首相は辞意を伝えていた。西恩寺は、この選挙結果に、どこの国でも政府を握れば選挙干渉意はやるのが当たり前のことだ。 この政府ののろまさ加減、特に、山本、常並み、水野と来たら話にならないなぁと言って笑った。西恩寺は、議会で多数派を握れないからと言って、清浦首相が辞任する必要はないとして清浦、内閣の存続を促すような意見を伝えているが、これは、五軒三派を団結させるために敵としての、清浦首相が必要であると考えていたためであった。 日浦内閣は選挙後も存続したが、五県三派の結束を崩すことはできず6月7日に総辞職した。当時、後継首相は最大会派の県政会総裁、加藤公明となることは確定的であったが、一部には、声優会総裁の高橋コレッキオと合わせた二人に対面を降下させることも検討されていた。西園寺は、 加藤単独への対面効果を考えており、直視、徳川里高次重長に即答で加藤を、報投している。松方にも加紋があったが病気が重篤であったために、辞退され、同じく加紋を受けた。平田内大臣も、西園寺との事前の打ち合わせ通り加藤が適当で、あると報道している。西園寺は、後年、加藤、大久保俊道、木戸高義 伊藤博文と並べて、一角の人物であったと評価している。こうして、加藤孔明内閣が成立した。7月2日に、松方が死去すると、西恩寺はただ一人の元老となった。山形有友の死後、牧野久将や松方による、五家門の範囲を、山本権兵や清浦慶吾に拡大し、元老を再生産しようという動きや、数密院が、 指紋範囲に加わるように求める動きはあったが、西恩寺はその動きを認めなかった。病中であった、平田東介内大臣も当分は、西恩寺和人に、首相推薦の任に当たってもらうほかなく、元老は、西恩寺校を限りとし、将来はお金がよろし、腹がいれば別だが、種切れなりと考えていた。平田の意見を聞いた、西恩寺も、平田伯の諸説は、 もっともと思う。それは、自分の決心しているところで、世間で何と言おうと、自分は皇室に身を捧げいるつもりゆえ、五家門等の場合は一人で、お答え申し上げる決心なりとその意思を明らかにした。平田が辞任した後に、牧野が内大臣となり、牧野の公認の区内大臣には、西園寺のおすいちききが就任している。大正15年10月、西園寺は、 首相推薦は、元老の他に内大臣にも家紋があり、西恩寺亡き後は内大臣が直居を受けた上で、他の人と相談して行うという方式を取ることを確認させている。吉野作造は西恩寺が元老を自分の代で自然消滅させようとしていると観察し、伊藤隆馬場つねご、ます淳之助といった研究者たちもそう見ている。座魚僧にて、 五軒三派の県政会と政友会の対立は徐々に激化し、大正14年4月1日に高橋小歴夫が政友会総裁を辞任し、田中義一が総裁になるとその動きはいよいよ加速した。7月1日には、ついに第一次加藤公明内閣は崩壊し、加藤首相は辞表を、摂政偶、広人新郎に法定した。 摂政軍は西恩寺に諮問したが、西恩寺は、左ほどのことにあらざるとして、上京しなかった。西恩寺は、座漁僧に、牧屋内大臣と、市木区内大臣を呼び、改めて加藤への対名効果を求めた。牧野も、同意見であり、8月1日に、県政会単独の第二次、加藤公明内閣が成立した。しかし、翌大正15年1月21日、 帝国議会の質疑中に加藤首相が発病し、そのまま1月28日に死亡した。憲政会は後継総裁として若月礼二郎内相を選出した。西園寺は若月を首相の器にひずと見ていたが、議会中のことなり、前年、腹の霊もありしゆえ、この際は仕方ないとして若月を首相に推薦した。 5月には、西田光蔵が、牧野内大臣らの金銭スキャンダルを書いた、パンフレットをばらまく事件が起きたが、西恩寺は、平沼木一郎鶴光院副議長との会談で、遠曲に、牧野を支援する姿勢を示し、事件を収束させている。12月に、大正天皇が崩御し、昭和元年となった。12月28日、戦争直後の昭和天皇は、 官員の宮都人新王首相、若月霊次郎、そして、西恩寺に、共保室制御等を命じる直後を下している。翌昭和2年に第1次、若月内閣が崩壊すると、昭和天皇は、牧野内大臣を通じて、西恩寺に家門を行った。直視となった、河井八八重次長は、牧野が、県政の上動に従って、第2党の声優会総裁である。 田中義一への対名効果が適当だと考えているということを伝え、西恩寺も同意見であると述べ、田中義一に対名が効果した。満州暴十代事件田中は首相就任後に大規模な内務省官僚の人事異動を行い、昭和天皇の布教を買った。天皇は牧野に対して、田中に注意してよいかと質問した。牧野は西恩寺を通じて、 田中に警告させる方式を考えたが、西恩寺は天皇が官僚の移動にまで関与することを好ましく思っておらず、田中には軽く伝える程度にしておいた。しかし結局牧野が天皇の意向を田中に伝え、8月30日に田中が天皇に謝罪するに至っている。昭和3年6月4日、関東軍の参謀、川本大作大佐による、 朝作林爆殺事件が勃発した。西恩寺は7月か8月の時点で、犯人は関東軍参謀であることを察知し、田中首相に対して断固とした処罰を行うよう勧告した。西恩寺に影響された田中は12月24日、犯人は日本陸軍のものであり、犯人を厳罰に処する方針を天皇に創上していたが、閣内や、 陸軍の圧力に敗れ、徐々に難化していった。天皇はこの方針が不満であったが、陸軍全体の移行に反対する、形の処置は、後継内閣すら作れない事態を招くことになり、田中に何らかの責任を取らせるべきだと考えるようになった。昭和4年6月27日、田中が事件の最終報告を想上することになると、天皇と、牧野 一木区内大臣、鈴木幹太郎次従長らは、田中を問責する意向を固め、西恩寺に内々で相談した。牧野は西恩寺が賛成すると考えていたが、西恩寺は問責の言葉が、田中の辞任につながると反対した。結局天皇と牧野らは、西恩寺の意見に従わず、田中を問責した上で、釈明のための拝越を拒絶するという行動に出た。 田中は辞任を決意し、閣僚や政府内、軍の強硬派による牧野ら宮中グループに対する反感は強まり、昭和天皇は宮中グループに左右される弱い存在であるという認識が持たれるようになった。西恩寺は中立的な朝廷者の立場を取るために、次第に事件処理問題からは距離を取っていた。事件の公表に反対し、 マキノラを批判する小川平吉鉄道大臣と面会した時にも、シフト形容されるほど信頼を持たれるよう、対応していた。民政党内閣記西恩寺は、田中の公認として、県政の上道に従い、民政党総裁の浜口祐子を推薦した。昭和5年に、ロンドン海軍軍宿会議が開催されることになると、西恩寺は条件にこだわらず、 条約を成立させるべきと考えており、浜口首相や牧野、一木、鈴木らの宮中グループにその意見を伝えている。締原喜重郎外相は帰り前にサイオンに会おうとしたが、この頃サイオンは孫から移された風をこじらせ、非常な高熱で伏せっていたため、会うことはできなかった。サイオンは高熱でうなされながら、軍縮イタリー。 フランスと和言を言い、目が覚めると、軍縮はどうなりましたかと秘書の原田熊尾谷尺に問いかけるほどだった。原田が条約は成立する見込みだと伝えると、それで安心しましたと安堵を示したという。病が癒えた後、ロンドン条約の批准に対して、スーミツインが反対の意思を示すと、西ン寺は内閣によって、スーミツイン議長と副議長を更迭してもいいと。 激励している。結局ロンドン条約は無事批准されたが、条約に不満を持つ海軍内の強硬派や数密院の宮中グループと民政党に対する不満はさらに募った。西ン寺に対しても不満を持つ者も現れたが、この時点ではまだ強硬派にとっても朝廷者としての権威を保持し続けていた。11月、浜口首相が東京駅で狙撃され、 病状が悪化して、昭和6年4月に総辞職すると、西恩寺は、民政党の後継総裁となっていた若月を、再び推薦した。西恩寺は、声優会に人気がなく、中間内閣にも適当な人がなく、また首相暗殺により政権交代させると暗殺を、奨励することになりかねないとして、民政党内閣の存続を決めている。この頃、 西園寺邸によく出入りしていた、宇垣一世陸軍大将を担いだクーデター、未遂事件、三月事件が発生した。8月に事件を知った西園寺は、三坊総長、官員の宮こと人新王や、秩父の宮洋人志親王に話して、事件の元凶である、二宮春重三坊寺長らを更迭しようと考えたが、西園寺に近い原田やこの文踏 牧野らは陸軍を刺激することを恐れ、結局報告は行われなかった。9月18日に満州事変が発生すると、西恩寺は原田に対し、事件の肩がつくまでは、若月首相を決して辞めさせてはならないと、牧野内大臣と鈴木自重長に伝えるよう命じた。また陸軍が越境に関して相乗してきた場合には、天皇は即時に許さず、 後で処罰が行えるようにしておくべきだとも伝えている。しかし、西園寺の意見が伝わる前に、陸軍は、上層を行い、天皇が、陸軍に処分を下す機会を逃してしまった。さらに若月が、陸軍に妥協的になったため、満州事変の拡大を防ぐことはできなくなってしまった。若月内閣は事変を収集することもできず、足立健造内相が、西友会との、 協力内閣の成立を唱えたために、民政党も混乱に陥り、12月11日に、若月内閣は、総辞職した。12月12日、西恩寺は上京し、牧野、市木、鈴木と相談し、声友会総裁の犬飼武氏を推薦することで、一致した。西恩寺は後に、事情をやむを得なかったし、また当然なこととも思っている。と語っている。 こうして、翌12月13日に、犬会内閣が成立した。当時の政治評論家ババ、馬場ツネゴが、犬会内閣の成立にあたって、西恩寺が、憲政の上動を守ったと評価したように、この時期の西恩寺は、憲政の上動に従って、衆議院の第二党から、後継首相を推薦していた。このため、吉野作造のように、 孫を刀なき政党内閣論者なることは明白である、と評価する者もいるが、伊藤隆増美見淳之介といった研究者は、西恩寺が、その時の模様にて、中間内閣もオノレムを得ざることあるもはかりがたしと、語って、中間内閣の可能性を常に忘れていなかったと、指摘している。桜内幸男は、西恩寺が衆議院だけでなく貴族院会派も、 県政のうちであると認識していたと指摘している。県政の浄土についても、西恩寺は、高橋惚紀内閣の崩壊時に、県政の浄土または準理論等は分からぬ議論で、政権を要求する、県政会を批判している。ただし、遠藤幸夫は、この時期の元老や内大臣が、県政の浄土論を受け入れていたことを指摘している。軍部は、満州国を建設して、 自変の権益を確保し続けようとした。西恩寺は上京して満州国承認を認めてはならないと犬飼首相らに働きかけていたが、昭和7年5月15日、犬飼首相は5.15事件によって暗殺された。陸軍は政党内閣の成立に猛反発しており、政党内閣には陸軍大臣を出さないと参謀本部、 第二部長永田鉄山少将が厳命しているなど、内閣が成立すらできない可能性が極めて高かった。また森井務内閣初期官庁らは、平沼喜一郎末密院副議長による内閣を起都していたが、彼はファシスト的な革新派の一員であった。昭和天皇は西恩寺に、ファッションに近きものは絶対に不可なりと鈴木自重長を通じて伝えており、 西園寺も同意見であった。西園寺は、牧野内大臣ら、高橋臨時首相代理や、若月民政党総裁といった、政治家、陸海軍の元帥、平沼に親した C 倉富祐三郎すよみつ議長とも、面談した上で、5月23日に、海軍大将の斉藤実元海軍大臣を、推薦した。西園寺は斉藤が政党でも強硬派でもない、 中間的な存在であり、何もなさず、ただ司法に刺激を与えない存在であることを祈っていた。西園寺は、この度は随分骨が折れたと述回したが、平沼や陸海軍の強行腹が持っていた。西園寺の中立性に対する信頼は大きく損なわれた。この事件の後、座魚層には、鉄筋コンクリート造りの書庫が建てられたが、一万一の、 サの避難用であったとみられている。また、昭和七年の決命団事件では、暗殺対象の一人となっている。満州事変以降、中国大陸における日本軍の活動は、いよいよ拡張的となった。サイオン寺は、リットン調査団の報告書に批判的な新聞報道に不快感を示している。サイオン寺は、国際連盟脱退には反対であったが。 内外の情勢から脱退は不可避であると考えるようになった。このため、国際連盟脱退に関する言論への諮問や、重臣会議の開催を行わせないようにし、せめてその権威失墜を防ごうとした。昭和7年8月から、首相推薦の仕組みを変更することが検討された。昭和8年2月28日、最初に内大臣に過問があり、 内大臣は元老に加盟するよう報道し、元老は判断によって内大臣や数密院議長、そして首相経験者である重臣と討議するという方式が決定された。その頃牧野内大臣や市木区内大臣に対する軍部からの攻撃は強まり、健康を害したこともあって二人は自意を漏らすようになった。昭和9年に、 関西恩寺派の倉富須海ツイ議長が引退すると、西恩寺はその後任に、一木を就任させ、後任の区内大臣には、湯浅倉平を就任させた。倉富が後任としようとし、ゆくゆくは、首相となることを狙っていた平沼を、西恩寺は養殖に付けるつもりはなかった。斉藤内閣崩壊の原因となる、定人事件は、平沼の作動によるものであった。5月に、 斉藤首相が地位を固めると、斉藤は後継首相として、岡田圭介海軍大将が適当であると斉音寺に推薦した。この人選には、牧野内大臣や岩作内大臣も同意していたが、斉音寺はもう少し頑張ってほしいと伝えた。しかし7月3日、斉藤内閣は総辞職した。斎四寺は当時体調を崩していたが、 7月4日に上京し、内大臣及び重臣と協議した結果、岡田が適当であると上奏した。西恩寺は中立的な立場を取ることを意識していたが、次第に国水派からの像を買うようになっていた。青年将校によるクーデターの対象にも加えられ、新聞には西恩寺に対するテロ未遂事件が取り上げられるようになった。座漁層に派遣される警官も2名増員され、 警備が強化されている。一木数密院議長が体調を崩し、岡田首相も天皇機関説問題などで窮地に立つ、中、西恩寺は二人を死ぬまでやったらいいじゃないかと激励している。機関説問題では西恩寺も批判の対象となり、元老重臣の大無本という解文書が巻かれ、在京軍人会の代表がザ漁草を訪れるほどで、あった。 12月26日には、牧野内大臣がとうとう辞任し、西恩寺は公認に、斉藤前首相を推薦した。岡田首相は、この絵踏みまろが、人心一心の点から好ましいと考えていたが、西恩寺は首相を経験してからが良いと考えていた。1936年3月4日、宮内省を退出して、上宿としていた。 麻布の住友別邸に戻る西園寺省は11年の2.26。事件事件においては、決起将校の一部が、西園寺襲撃を計画していた。津島勝夫、竹島つぐらをはじめとする将校が、愛知県と橋市の陸軍共同学校の生徒120人を、使って、座魚草を襲撃する予定であった。しかし、 小校の一人が生徒を利用することに反対したため、襲撃計画は中止された。2月26日の午前6時半、秘書の中川小十郎が、事件の報告に訪れた。西園寺は、顔色一つ変えず、またやりおったか、困ったものだと呟いた。座漁僧の警備には80名が増員され、側近たちは田舎に避難するよう進めたが、西園寺は、 連絡が取れない場所に移っては、天皇からの家紋に答えられないと拒否したため、静岡県警察部長官舎に移ることになった。しかし暖房設備がなかったため、さらに知事校舎に移った。西園寺は始終笑顔を振りまき、晩酌を楽しむなど落ち着いたものであり、東京の情勢が落ち着いたという報告を受けた2月27日には、どうせ死ぬならザ漁走が良いということで、 ザ漁僧に戻ることになった。しかしサイオンが信任する斉藤内大臣が殺害、鈴木自重長が重傷を受けたことはサイオンにとって大きな打撃となった。岩作内大臣と市木数密院議長は後継の内大臣として、この絵文丸貴族院議長を推薦し、サイオンもこれを考慮していたが、この絵は病気と称して辞退した。サイオンは、 湯浅区内大臣を内大臣にする案を考えたが、天皇から直視派遣ではなく、電話にて、西園寺の状況が求められた。西園寺は、当時ひどい腰痛と腹痛に悩まされており、しばらく状況を猶予してほしいと述べ、病状が安定した3月2日に上京した。西園寺は上京した直後に参大し、湯浅区内大臣、市木数密院議長、 木戸孝一内大臣秘書官長と協議した。一木は平沼を推薦したが、西恩寺はこの絵が適任だと思っており、木戸もこれに同意した。3月4日、西恩寺は、宮内省に、この絵を読んで、首相就任を求めたが、この絵は、病気を理由に辞退しようとした。この絵の本音は、元来重心と自分は、 考えが違うため、革新派と元老の板挟みになることを嫌ってのことで、あった。しかし西恩寺はこの絵を推薦し、同日午後4時に、この絵に対して、祖閣の対名が下った。この絵は、病気を理由に対名を廃止し、西恩寺らは再び後継首相の協議を行うことになった。その日の夜、一気が外務大臣、広田光輝を提案し、 サイオンジラもこれに同意した。喜戸と、この絵、吉田茂らが広田を説得し、3月5日に、広田に対名が下って3月9日に、広田内閣が発足した。また、湯浅区内大臣が内大臣に、松平恒夫が、区内大臣となっている。この絵は若い頃から、サイオンジの側におり、サイオンジも前途に期待をかけていた。しかしこの絵は、 満州事変頃から西音寺と思想を違えて陸軍や革新派に近づいていった。西音寺はこの絵の事件後の動きや陸軍に同調するような言動を取るようになったことを惜しみ、なんとかこの絵を地道に導く方法はないだろうかと考えるようになった。また3月13日には一気数密院議長が辞任したことにより、 西園寺が拒み続けていた平沼が数密院議長に着いた。西園寺は、主々やってみたものだけれど、結局人民の程度しかいかないものだね。と定官にも似た感想を漏らしている。昭和12年1月23日、広田内閣は、陸将、寺内と一の辞任によって崩壊した。湯浅内大臣と、松平区内大臣は、 平沼ぬ密院議長の意見を聞いた上で即日、座漁層に連絡を取ったが、西園寺は平沼の意見を取り入れる気はなかった。西園寺が風邪をひいていたため、座漁層を言わさない大臣が訪れ、協議を行った。西園寺はこの席で、宇垣きよび薬陸軍大将が軍部を抑えられると思って推薦した。しかし陸軍は、宇垣の組閣に反対し、 陸軍大臣を出すことを拒否した。宮中も強力な手段を取って、宇垣に協力することは困難であると認識し、宇垣は対名を廃止することになった。1月29日、再び、湯浅内大臣が座漁僧に派遣された。西園寺と湯浅は、平沼洲密院議長を第一候補とし、第二候補として、林千十郎及び薬陸軍大将を挙げた。 平沼が辞退したため、林が大名を受け、林内閣が成立した。西恩寺は、宇垣き祖閣の失敗に落胆し、二度目に座漁僧を訪れた湯浅に対し、天皇に廃越することもできず、また人も知らないとして、天皇の家門と宝刀を辞退した意向を述べた。しかし、湯浅内大臣や、木戸、総佐都史両総裁はこれを受け入れなかった。 5月31日、第20回衆議院議員総選挙での敗北によって、林内閣が総辞職すると、西恩寺に、再び家紋が行われた。候補としては杉山元陸軍大臣も上がっていたが、この際はこの絵を押すことに決めた。この絵内閣の外相には、当初、永井隆太郎が上がっていたが、西恩寺らが難色を示したために、広田元首相が外相となることになった。 第一次、この絵内閣成立以降、西園寺は、この絵内閣の評判も割合悪くないようじゃないかと、機嫌を良くしていたが、7月7日に起こった、六甲橋事件によって心を痛めるようになった。西園寺は、こうちょいちょいろんなことを、シナでやると結局非常な損害をこむる。思わぬところに国を持って行かれちゃ困る。シナ人だって、日本人により、利口な人もおり、 また、シナ人だけでなく外国人で、日本の腹を見透かしている者も,もいる。よほど、日本もしっかりやらないと、みんなから馬鹿にされることになると危惧していた。また新聞が、断固一周断固一撃などの言葉を使い、盛んに人を殺したり、その数が多ければ多いほど褒めたたえる風潮についても、懸念を示していた。この絵についても、大陸の戦局の見通しなどについて、 器具を持っていたが、希望は捨てきれないでいた。昭和13年5月23日、広田外相の公認として、宇垣の名が上がったが、西園寺は、首相候補である宇垣に傷をつけてはいけないと、反対している。しかしこの絵は宇垣を外相とし、西園寺の意向を無視している。西園寺はこの絵には同情していたものの、今の政府のすることは、矛盾だらけと批判的であった。 10月下旬になってこの絵が首相を辞任し、内大臣に移りたいという意向を示すようになると、筋が通らないとして反対し、陸軍の指示が厚いこの絵が、宮中に影響力を持つようになることを防ごうとした。昭和14年1月4日、この絵内閣は、総辞職した。湯浅内大臣は、座漁草を訪れて協議したものの、 事故の責任において、平沼すみ委員長を推薦した。これ以降首相の推薦は内大臣が行い、一応元老の意見も聞くという形になった。西恩寺は、この頃から、報告を受けるだけ、何も反応しないという状態になり、どうも何をやっているんだか。内政も外交も自分には、もうちっともわからない、日本人の程度が、まだまだ低い。 やはり到底外国人には及ばないと気力をなくしていた。影響力もはっきり低下し、平沼内閣が辞職して、後継首相を決める際に、捨て身でやってほしいと述べうがきや池田茂明の名を挙げた。ものの、結局言わさない大臣やこの絵によって、安倍信之陸軍大将が候補となり、西園寺もこれに同意を与えた。昭和14年2月以降、 西園寺はたびたび体調を崩し、昭和15年の夏には、恒例となっていた、御殿場の別荘への秘書も行わず、座漁草の居室に冷房設備を取り付けた。西園寺は四季を悟り、親しい人物に、片見分けとして、金銭を送った。7月16日に、与内内閣が崩壊し、公認に、この絵が推薦される動きとなった。7月17日に、 西恩寺の元を内閣秘書官庁、石渡総太郎が訪問して、同意が求められたが、西恩寺は、この宝刀だけはごめんこうむりたいとして、宝刀を拒絶した。西恩寺は、今頃、人気で政治をやろうなんて、そんな時代遅れなものじゃダメだね、踏みとどまってもやるだけの決心があるか、とこの絵の資質に対して、疑念を持っていた。第二次、この絵内閣では、 反対し続けたひどくい三国軍事同盟が成立し、まあ馬鹿げたことだらけで、どうしてこんなことだろうと思うほど馬鹿げていると嘆いている。11月、サイ寺ンは人縁を発症し、それ自体は感知したものの11月24日午後9時54分に衰弱に耐えられずついに皇居。去年92、増樹1位。サイ寺ンは、俺は、死んでも、 坊主や官主の世話にはならぬとして、国葬も辞退した意向を持っていたが、結局日比谷公園で壮大な国葬が行われた。数万人が参加し、同日に公開された座魚葬にも8000人の参観者が訪れた。墓所は玉霊園に設けられ、東郷平八郎と向かい合うように立っている。西恩寺は聡明で、国際的な視野を持ち、 学識が深く文化的にも洗練された人物であるという評価が大勢である。また、民主主義の潮流についても支持していたが、一方で大衆の熱狂には批判的であった。また、フランス留学の影響からか、親欧米的で、軍部などから国家主義に反するものとして世界主義者と非難されることもあった。また、原高日記の記述から、 西恩寺は権力への執着が乏しく政治的な手腕がなかったという見方をされることもあるが、伊藤幸雄などのように演熟した政治的手腕を持っていると評価する研究者もいる。西恩寺は冷淡で物事に淡白であるというイメージを秘書である松本豪吉からも抱かれていたが、これは中立的な人物であることを認識させるため、 西恩寺自らが広めたイメージである。宮中、財界との隕石関係を背景に、西恩寺は、元老として、宮中と国務、軍部の調整役を務め、日本の政治をリードし続けた。また、文部大臣在任中に教育直後の改定を、試みるなど、昭和初期の国家主義的政治家とは一線を画す、言動を、 散発的に見せるが、軍部の勢力拡大に抵抗したものの、彼だけの力では戦争回避を成し遂げることは、できなかった。西恩寺は、立命館大学に寄贈した変額に、藤原金持と西恩寺家の本生で名前を、記したように、自らが千年以上皇室と共にあった藤原氏の、末裔であるという自覚を持っていた。また、 幼い頃から皇室に親しんでいたこともあって、皇室の反平という意識が強く、それが政治姿勢となっていた。すなわち絶対的な権力を持つがゆえに五臭が許されない天皇の申請に反対し続けた。これは田中義和が超作林爆殺事件の上層の不一致を昭和天皇に叱責され内閣が総辞職した際、西園寺が 天皇に類を及ぼすということを口実にして、天皇による田中への叱責に反対していたことから、見ても明らかである。また、立憲君主として、進化の決定に反対しないという昭和天皇の、心情は、西園寺の影響とする向きもある。しかしながらこの姿勢は一方で、国粋派や革新派の反感をも招いた。西園寺の死去を受けた、ニューヨークタイムズが古い。 議会主義的日本を代表する人物であったと評し、また吉野作造らも政党内閣主義者であると評していたように、当時の西恩寺は議会主義の擁護者として知られていた。西恩寺は明確な国際協調派であり、口癖のように世界の体制へと唱えていた。ある時、西恩寺が三条、サネツムの伝記である絵巻物を執筆して、明治天皇に献上した。 天皇は必ず世界の大勢から書いてあると予想し、果たしてその通りであったため大笑いしたという。西園寺は、陸津宗光との交流でこうした外交思想を固め、東洋の名手たる日本などという狭い気持ちではなく、世界の日本に着目してきたと回想している。日清戦争後から台頭した角な、 日本中心主義的ナショナリズムについては危惧し、他国のナショナリズムを尊重した上で、国民が国の独立と発展のために力を合わせる健全なナショナリズムを施行していた。国際関係においては、イギリスやアメリカと協調するべきと考えており、フランスやイタリアと一緒になっても、日本の進展はないと断じていた。原隆氏は、声優会総裁としても、 首相としても手腕に欠けていたと表している。しかし、元老時代の西恩寺は、田中義一内閣崩壊時の小川哲章に対する態度のように、各派にバランスを取り、いずれに対しても、中立的な存在と認識されることでその権威と影響力を保った。この態度を、三浦五郎は、 声優会員に面会すれば三派連合を称し、声優本党員に会えは本党を称し、何らの提言もなく、元老の資格なしと批判している。しかし、斉藤内閣成立以降は、次第に強硬派から疎まれるようになり、倉戸水海委員議長や平沼水海委員副議長からは、その引退や死を望まれるようになった。 西恩寺は一貫して天皇が直接政治に関与して権威を低下することを防ごうとしていた。このため昭和天皇の政治関与の動きにはたびたび懸念を示している。しかし、この江内閣の頃からは次第に皇室による意思を示す必要があるとも考えており、直宮がその柱の一つになる必要もあると発言している。中川小十郎と 学校法人立命館、中川会館の、立命館変学立命館大学絹笠キャンパスの、西園寺記念碑と、口なし、南天地区立命館大学、西園寺記念館庭園の、石東楼文部大臣時代の西園寺は、教養ある、市民の育成を重視し、科学や、英語や、女子教育を重視せよと言明していた。また、人民がすべて、平等の関係において、 自他互いに尊敬し、自ら生存するとともに、他人を生存せしむることを教えねばならぬとして、自由主義的な教育を施すべきと考えていた。明治23年には、井上武志らが作った、教育直後に対して、あの教育直後だけでは、物足らない。もっとリベラルの方に向けて、教育の方針を立つべきと考え、 明治天皇に創上して、第二次教育直後の作成に取り組んだ。この草案には、ただたかや愛国といった語はなく、女子も含めた日本市民が、列国国民と対等に対応できるようにするという、ものであった。しかし西恩寺が、病気がちとなったこと、伊藤首相が、教育直後の尊厳性を犯す行為として、難色を示したことによって、結局西案とならず、 草案のみが残った。この第二次教育直後の草案は、西園寺家から立命館大学に寄贈されて、現存している。また、以下の教育機関の設立にも関わっている。明治2年9月23日、京都御所内の指定に、私塾立命館を創設。当時よく見られた、久下家,家塾同様、品氏には、官学者らを招いた。しかし、 私塾立命館の性格は他の区下家塾のそれとは異なり、むしろ一般的な教育機関の性格を備えていた。塾生には、西音寺問閣、過信のみならず多くの若者が遠方からも集まり、塾は次第に内外の時事問題を議論する場になっていったと伝えられる。諸藩から集まる若い塾生の中には、地方の合志の出も多くおり、記録によれば、 西園寺の側近として最後まで行動を共にする中川小十郎の教理の人間も多くいたようである。塾はそのあり方に不穏な空気を感じた京都府庁の左流命令により一年弱で閉鎖された。明治3年4月23日のことであった。西園寺は私塾立命館を閉鎖させた際、大層残念に思い最高を誓う。その後を継いだのが、 母親戦争以来、西園寺の家臣として仕えた、丹波国の豪志、中川家出身の中川小十郎だった。中川は、西園寺の文部大臣及び、総理大臣当時の公設秘書であり、その後も、修正、西園寺の側近として、公と行動を共にする人物である。現在の立命館大学は、中川が、 明治33年に創設した京都法制学校が、私塾立名館の名跡を譲り受け発展したもので、厳密には、西園寺の私塾との間に、学校組織としての連続性はない。だが、西園寺は、中川の創設した京都法制学校への支援を惜しまなかった。事実、京都法制学校の学園幹事には、西園寺の実定の末広竹丸が、就任。 同じく実定の住友財閥投手住友友人からも学園に大口の寄付が行われるなど、自分の持つ政治力、人脈を用いて、京都法制学校に協力している。また、西恩寺の寄付した多数の書籍は、立命館大学が大学昇格条件を満たすためになされたものであり、現在も西恩寺文庫として立命館大学に、 貴重なコレクションとして保存されている。この他にも、西音寺自身及び、西音寺家から学園に送られた寄贈品は数百点にも及び、これらの一部は立命館学園が学だからとして管理している。また西音寺は、西音寺家家門である、左三つどもを、立命館学園が使用することを許可しており、第二次世界大戦終戦まで、 これを染め抜いた旗が実際に学園で使用されていた。西園寺は中川が立命館の名称と精神の継承を西園寺に申し出た際にはこれを大層喜び、自ら記号した立命館という勝の大変額を与えている。後に西園寺は世が建設せる立命館の名称と精神を継承せる企学と現在の立命館大学に言及しており、 彼の作った立命館が再興し受け継がれていることを喜んだ。昭和7年83歳になった西園寺は人生最後の京都訪問を行う。その際、立命館大学広小路コーチを訪問先の一つに選んだ。9月22日の朝、京都市上京区にある立命館大学広小学者を訪れた西園寺は、 校舎ホールに飾ってある自筆の立命館の変額に気がつくとしばらく目を止めたと言われている。この立命館の変額について後に立命館大学記念式典に出席した西園寺博夫はこう語っている。祖,祖父は晩年どちらかといえば女性的な字を書いていました。しかし若干20歳の時に書いた屋形の地立の書は 大変男性的であり、迫力があったのです。この力強さは、当時志していた、新しい国づくりイコール人づくりへの思いの表れだったのではないかと思います。この変額のオリジナルは、学校法人立命館総長室に掲げられている。また、学校法人立命館、中川会館玄関にも掲げられている。その他にも、キャンパス内には西園寺に、 ゆかりのある品々が残されている。立命館大学絹笠キャンパス内には、昭和10年に、西園寺が立命館大学に寄贈した口なし、何点だけが植栽されている。また、立命館大学西園寺記念館の庭園には、かつて、西園寺の東京をするが大本邸に置かれ、後に、学校法人立命館に寄贈された石道路が、設置されている。 西園寺が没した昭和15年に立命館大学は創立とその後の教育に大きく貢献した西園寺金持ちを立命館学園の学祖とする法人決議を行った西園寺家と立命館大学の交流は現代も続いており大学の行事に西園寺家の人々が出席している明治27年文部大臣に就任した西園寺が 高等教育の拡張計画を立案。第一項に東京帝国大学と愛好をして国家の需要に応じられる高等教育機関を京都にも設置することの必要性を挙げた。これに基づいて省内に設置した京都帝国大学創立準備委員が明治30年京都帝国大学に関する件を交付し、兄弟創設の流れが固まった。当時、 文部省専門学務局勤務から文部大臣秘書官として西園寺文部大臣直属となり西園寺の施設秘書でもあった中川小十郎が京都帝国大学初代事務局長に任命され大学業務を総括した。また、見学当初より自由の学風を学瀬としている同大学は共に西園寺と中川が学問の精神として掲げた。 自由を共通の理念として有している立命館大学と平成19年に学術交流及び参観学連携事業に関する大学館協定を締結した。明治14年、フランス留学中に西園寺と仲間同士だった岸本達夫、宮城博司蔵、八代三沢らが創設した明治法律学校の講師に迎えられ、行政法の講義を担当するとともに、 討論会の会長にもなった。同行での講義は、東洋自由新聞社長を辞任した後もしばらく続き、翌年3月に伊藤博文の随員として登をするときに辞めたという。その後は、明大関連の行事に時々、姿を見せ、晩年に至っても名誉教授の肩書きを保持し続けた。同行が発行した、雑誌第1号では創設者の一人として、 扱われているなど、西園寺を創設者の一人とする声はあるものの、現在では、明治法律学校の協力者、功労者であっても創立者ではないと考えられている。明治34年、女子大学設立の援助を求め頻繁に、中川古十郎邸を訪れていた、成瀬二蔵を講演し、日本女子大学校の設立発起人、創立委員に就任。中川を、 日本女子大学校創立事務官事職宅に置いた。清水区沖月を見てら町に復元された沖つ座漁村の海岸側外観西園寺の国葬玉霊園にある西園寺家と、金ちの墓日付は、明治5年まで旧歴実ッは、右大臣、徳大寺金と実母は、千代浦綾子、兄は三度にわたって、自重長となり、内大臣や区内大臣も務めた。 特大寺サ熱ねね、ツ弟に、学校法人立命管理事の末広竹丸、住友財閥を継いで、第十五代、住友吉財門を襲名し長く、財界に君臨した、住友友人がいる。西園寺は生涯結婚せず、制裁はいなかった。明治十三年、京都祇園五津屋の芸儀、エラカヨを東京へ連れてきて結婚しようとするも、 親族の反対に相断念した。一説には、西園寺家の守り神は、弁祭典であるため嫉妬深く、西園寺家は、代々制裁は持たないという家見があるという俗説があるが、これは誤りである。一方で、四人の女性を事実上の妻とした。小林菊子、元新橋の芸者、玉八で、明治十四年にお座敷で出会った。父親は、 尾張武竹氏の家老、河野瀬和人。気品のある美人であり、起点も聞く女性であった。西園寺と同居していた時代は、二階に同居していた、中江町民の世話もしていた。西園寺の孔子時代には、彼の母親である綾子と同居している。娘の信仰を設けた。菊子は、大磯の西園寺別邸の主人であり、西園寺が、 京都や沖津で生活するようになると疎遠になっていった。大正6年に大磯の別邸が池田重明に売却された後は、娘の新子とその夫の八郎の邸宅の近くに住むようになった。一行、西恩寺と会うことはほとんどなかったが、西恩寺が死の床に着いた昭和15年6月14日に面会している。中西房子、元新橋、 中村屋のふさやつで、かずめ、その子を設けた。駿河台の西園寺本邸に暮らしており、西園寺が、妻に似たもののと形容し、新聞報道では、北の方とも呼ばれた。奥村花子西園寺家の女、中上、奥村花子は、パリ講和会議に同伴させたことで話題となった。よっの作像は花子を同行させたことを批判している。また現地報道では、 最もしとやかにして、謙遜なる美人、愛称などと評されている。大正十三年には、女児かよ子を出産するが、金持ちは、癌として、自分の子として認めず、入籍させなかった。かよ子はその後、花子の弟夫妻に養育されている。昭和三年に、西園寺家出入りの銀行員の子を妊娠し、羊の熊谷十三、娘の園子。 養子の八郎らが共同で花子を追放するよう、西園寺に勧告し、3月2日に、西園寺家から追放された。しかし4月6日には、実母と共に、座漁草を訪問する事件を起こしている。その後花子は、福幕園にかかり、昭和4年2月3日に死亡した。漆場綾子京都の大泉寺住職漆、よう宝雲の娘で、 一度は結婚して幸運だものの、離縁となっている。加藤、佐藤、ことに通じ、花子が、女中頭を務めている時期に、西園寺家に使い始め、花子とは確執もあった。花子の後を継いだ、女中頭の八木悦子とも反目し、共に辞めると申し出たところ、西園寺は、お前に行かれては、こちらが困ると言って、八木悦子の身を解雇した。その後女中頭となり、 若い女中や看護婦、男性警官までが、いじめの対象となり、西イ寺が調停するという事件も起きている。新光明治20年、小林菊子との間に設けた娘。西イ寺は2歳になった頃から英語かフランス語を学ばせようと考えるなど教育に熱心であった。養子氏八郎と結婚し、高一、藤南など三尾像女を産んだ。 首相時代のサイオンが外国人を招いたパーティーを開くと、そのホスト役となって、得意のフランス語を披露していた。大正9年に、スペイン風邪で死去した。サイオンは、さっぱり溶けてしまいけり、雪太きと哀悼の句を読んでいる。その子中西久子との間に生まれた娘で、高島正一に嫁いだ。元子、サイオンの幼女。 八郎級長州藩主毛利玄徳の八代で、明治32年に、西恩寺の養子となった。第二次、桂内閣の秘書官を務めた、高級内政に入り、皇太子、広人新郎の欧州訪問などに随行した。しかし、新子の死後、八郎が西恩寺と提携関係にある牧の、内大臣排斥の動きに加わったこともあって、西恩寺との関係は悪化した。 大正11年以降は、手紙も、極めて簡単なものになっていった。しかし西恩寺に対する風当たりが強くなると、次第に関係は改善されている。同居人親友である、光明寺三郎が死ぬと、その維持である三三郎を引き取って養育した。また一族である、橋本彩彩も一時養育している。二人は、普段、八郎と共に、 行政学校の寄宿舎に入っていたが、週末ごとに、西恩寺家に滞在していた。西恩寺家は、藤原金座根の子、通り木を始祖とし、西恩寺の仮名は、通り木の彦の工業が混流した寺の名前に、由来している。なお、西恩寺、特大寺の両家は、藤原金末を始祖とする、藤原北家間陰流の家系である。ただし、血筋的には、 東山天皇の名を孫であり、第126代天皇徳人たる。現在の皇室は冒険にあたる。未経を指標に見ると、以下のようになる。ありがとうございます。